日本中国地方広島県広島市浅南区、祇園祇園地区のシンボル武田山。武田山から見た祇園地区祇園は、広島市浅南区に位置する地区である。ここでは、旧祇園町の区域について述べる。1973年に広島市と合併し、広島市祇園町。1980年広島市が、政令指定都市に指定され、広島市浅南区長 山本、東原及び、西原となる。古の衣服、後の庵の章の一部。庵の章は上安村、下安村となった。寛永15年、下安村は南海安村、北下安村に分かれる。1889年の大合併により、沼田郡南海安村、北下安村の二村が合併し、沼田郡祇園村となる。長塚村は、昔は、 長塚とも書かれていたと言われる。1943年まで、麻郡長田場村。山本村は、沼田郡東山本村、西山本村。武田市の城、金山城の下に位置したことから山本という。1889年の大合併により、二村合併し、沼田郡山本村。その後、1943年まで、麻郡山本村。 1938年、朝群祇園村が調整を施行し、朝群祇園町となる。1943年祇園町、山本村、長塚村、原村が合併し、朝群祇園町となる。古川の東を東原、西を西原で、それぞれ沼田郡、東原村、沼田郡西原村であった。1920年に村合併し、沼田郡原村となる。 古川は、慶長12年の洪水まで、大田川の本流であった。1943年に、朝群祇園町と合併する。朝南区の南東に位置し、生端の武田山などの山麓から、東端の大田川に向かって、東に広がり、大田川までの間を、西から山本川、安川、古川の4つの河川が流れる地域である。生端の武田山から山本、 長塚にかけて山本川、祇園と西原の境を、安川、西原と東原の境を古川、そして大田川が地区の東端を通っている。なお、山本川は大正期に2度発生した、源流域の土石流災害による大改修事業により、流路が大きく変わっている。西端は旧西山盆を囲むように、北から武田山、火山、丸山、 倉庫山が連なる山林に占められている。近年、秋武田市の居城であった武田山を中心に、地元住民による里山整備、保全活動により、山道が整備され、展望良い場所が多いことから、週末にはハイキングやトレッキング、重装を楽しむ人々の姿がよく見られるようになっている。なお、武田山から西区、西菊の鈴が、 峰までは500メートル以下の山々が連なり、約20キロメートルの重層コースとなっている。武田山には、秋武田市の拠点であった、銀山城市、武田山から東へ伸びる、丘陵先端に、銀山城の市場であった奥美城市が、麓には歴史的建造物が多く、長塚神社や安心所など立領後期から鎌倉時代に建てられ、 原爆投下による消失を免れた神社仏閣が現存している。過去には古代山陽道と瀬戸内海に面し、秋国の流通、経済の中心地として栄えていたが、毛利元成が武田市を滅ぼし、毛利輝元が広島城に日構えたことで、現在の中区に流通、経済の中心地が移ることとなった。特に安心者はその影響を受けているが、 現在でも祇園地区引いては、浅南を代表する神社の一つである。なお、武田山にちなんだ地域のイメージキャラクターとして、竹ちゃまが存在する。内表記は、旧地名、現地名小学校、中学校高等学校大学公民館、銀行壁街道のバスは、祇園出張所前などに停車する。広島市中心部へは、神谷町、八丁堀屋、 広島バスセンターへの運行がある。県道152号から壁街道方向を望む地元では、国道183号を新道、県道277号を旧道と呼んでおり、路線バスにも同様の表示がされている。ありがとうございます。